どうも、オムライス兄さんでーす。この度、オムライス兄さんのドヤ顔ケチャップが発売されました。で、今回どういう経緯でこのケチャップを作ろうかと思ったかなんですけど、よく動画のコメント欄で、オムライス苦手、チキンライス嫌いっていうコメントをよく見かけるんですね。でも実はそれってケチャップの酸味が大きな原因なんですよね。ほんでそのケチャップの酸味をどないかして減らされへんかなって、オムライスを1万個以上作ってる僕が考えに考えた結果、この1本が生まれました。こちらはですね、酸味をできるだけ減らして甘みが強くなるように改良された、そんなケチャップでございます。ごめん。なのでこれでオムライスが嫌いなあなたもオムライスが好きになるはずです、多分。で、余談なんですけど、ケチャップは軽く煮詰めると酸味が飛んで甘さが増すので、オムライスを作る際は必ずケチャップをフライパンで軽く煮詰めてから作るようにしてください。これ絶対ね。というわけで短い動画にはなったんですけど、このケチャップね、概要欄から数量限定で販売しておりますので、ご購入を検討されてる方はお早めにチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。